ジョーダン193は、ジョーダングランプリが1993年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。設計者はゲイリー・アンダーソンとジョーダンデザインチーム。1993年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。前年型192を正常進化させたマシン。191をベースにした192とは、 打って変わり、アンヘドラルウィングから吊り下げ式のフロントウィングに変更された。193の場合は、ハイノーズの下に3枚のステーを三角形に並べて、フロントウィングを喧化するというオリジナルの方法だった。また、チームの規模に見合う範囲で、ハイテク装置を開発し、6速横置きセミオートマチックギアボックスと、セミアクティブサスペンションを採用した。 エンジンは信頼性不足で不発に終わったヤマハに変えて、ハートの V 型重機等エンジンを搭載した。プライベートメーカーであるハートは、1986年、以来7年振りの F1 復帰となった。ドライバーは、昨年の国際会3000ランキング3位のルーベンス・バリチェロと、フェラーリから移籍してきたイヴァン・カペリオを起用した。新人・バリチェロがポジションを確立する一方、もう一方のシートは、 落ち着きなく5人が入れ替わった。カペリが第2戦ブラジル GP で予選落ちを喫すると、資金的な理由で2戦で解雇となり、スポンサー等の関係から公認に、リジェから離脱し、浪人中だったティエリー・ブーツェーンが加入した。ブーツェーンは、地元レースの第12戦ベルギー GP で引退すると、第13戦イタリア GP は、マルコア・ピチェラ、第14戦ポルトガル GP は、 エマニュエル・ナスペッティ、第15戦日本 GP と最終戦、オーストラリア GP は、エディアーバインがドライブした。ヤマハと比べると若干ポテンシャルがあったハートだったが、このエンジンも信頼性不足でリタイアも多かった。それでも、バリチェロが第3戦ヨーロッパ GP で、雨の中一時2位を走行するなど速さを見せ、日本 GP で、バリチェロが5位。 アーバインが6位とダブル入賞を果たし、コンストラクターズも前年より1つ上の10位を記録した。ありがとうございます。